よし、やるか。イワンコフ、クロコダイル、ジンベエなど名だたる囚人たちを巻き込んでインペルダウンを脱出したルフィは、海軍船を乗っ取り、エースの処刑が行われる海軍本部マリンフォードを目指した。一方マリンフォードでは、エース奪還に現れるであろう白ひげ海賊団に備えてすでに大兵力が集結していた。エースは新世界に君臨する四皇の一角、白ひげ海賊団の二番隊隊長であり、白ひげエドワード・ニューゲートとは実の親子よりも固い絆で結ばれていたからだ。海戦に先立ち、海軍本部元帥戦国は海兵たちに戦争の意義を語り始め、その中でエースの驚くべき出自を明かす。エースの本当の父親はかつての海賊王ゴールディ・ロジャーだったのである。衝撃の事実に海兵たちがどよめく中、マリンフォード湾内に突如巨大な海賊船が浮かび上がる。大海賊時代開幕以来最大の戦いが今始まろうとしていた。湾内海底に影が！うらら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 ら、らら何十年ぶりだ戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。うららららららら、ちょっと待ってな、エース。おやじ！勢力で上回ろうが、勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。うらら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 ら。アイスエイジ、青キジ、若造が。久しぶりだな、白ひげ。なぜお前が白ひげをかばう？やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、シャンクス知ってんのか？これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか？そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うるせえ、おめえがそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。クソ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。
帰るよルフィ。なぜ来たんだ。これは弟だ。迎え撃て。奴らを処刑台に近づけてはならん。海軍は何か企んでやがるに違えねえ。まずは軍艦を落として足場を固めとけ。高っ端な海賊同士、手を組んで軍艦を潰さねえか。おいいぜ白ひげ、手を組んでやる。まるで白ひげと同格だ。麦わらのルフィを撃て。奴はエースと共に育った義兄弟であり、その血統は革命家ドラゴンの実の息子だ。あのドラゴンの。ルフィ、必ず生きてここへ来ると信じておった。お前は俺が始末する。不届き者を控えよ。アンコック、てめえも七部会をやめる気か。黙れ。怒りゆえ何も耳に入らぬ。そなたよくも我々の愛しき人の邪魔をしたな。生かしてはおかぬ。こんなに怒りを覚えたことはない。そなたを切り刻んで獣の餌にしてやる。クジャの覇気か。あ、ハンゴック。はい。海軍の邪魔をしててめえが後でどうなるか分かってんのか。何をしようともわらわは許される。道を開けよ。よっ。勢いづかせるな。エーズ、俺は死んでも助けるぞ。マルコ、あれを死なすんじゃねえぞ。了解。これより縄張りの守備に当たります。調子のいい男だがね。頼むぞ。その調子だ。さらに軍艦を落とせ。もうダメだ。終わったがね。では行っておくわね。案内は抑えた。一気に広場に攻め込むぞ。前線の部隊を下げておけ。急いで兄を。ガモン。
押し量ろう、あの男との本当の距離を。鷹の目、止めた、世界一の斬撃を。3番隊隊長ダイヤモンド・ジョゼ、いきなりキングは取れねえだろうよ。いあれは1番隊隊長不死鳥マルコ、隊長たちも出てきたぞ、止めろ。よっと、道を開くぞ、作戦攻撃の準備だ。攻撃か、させん、頼むぞ。行け、ジョズを足止めするんじゃ。俺も先へ進もうかい。死者する。その船は射程範囲だ。
怖いね、白ひげ海賊が。さあ次だ。これはどうだ。いいぞジョズ。俺も出る。こっちも一気に攻め込むしかねえ。ついてこい、野郎ども。俺たち傘下の奴らも全員あんたには代用がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえが。白ひげが刺された。こんな茶番劇やめちまえよ白ひげ。もう海軍と話はついてんだろ。お前にとってエースは特別なんだ。だから俺たちの首と引き換えにエースの命を買ったんだろ。おめえ、仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。バカな息子をそれでも愛そう。ふざけんな。お前は俺たちの命が。エースだけが特別じゃねえ。仲良くやんな。みんな俺の家族だぜ。俺が息子らの首を売っただと。海賊なら信じるものはてめえで決めろ。俺と共に来る者は命を捨ててついてこい。俺はなんてこと、海軍に騙されて。すまねえおやっさん。すまねえエース。泣くことが報いることがよい。エースを助けるんだ、何としても。海軍め、卑怯な真似をしてくれる。許さねえよい、親父に続け。攻撃の準備ができたぞ、撃て。この力、慎みはせんぞ。
の剣を振るおう。貴様らの命と引き換えだ。白ひげ海賊団火剣のビスタ。お初に俺を知ってんのか。ここを攻める者の命は保証せん。この者終わりだがね。キャノン。勝負は預けよう。運命。準備はできたら包囲壁を作動させろ。始めろ赤犬。流星火山。ほぼ順調。これより速やかにオートガス D エースの処刑を執行する。あの壁を越えねえとエースが。やはり私に力攻めは無関がね。わしに策がある。ついてくるんじゃ。わかった。おお、こっちからも行くよ。野郎ども、あの小僧とジンベエを援護してやれ。うたー、エース弟を援護しろ。だな、おい。何がおかしい、ドフラミンゴ。何がおかしいかって、この時代の真ん中にいる感じさ。しまった、お前ら俺から離れろ。やめろ、フラミンゴ。海賊が悪、海軍が正義。そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって、そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。
見せてやるわい。よっよっ、キザルを止めろ。もうやめろ。なんてデタラメなジジイだよ。もうダメだ、やられる。急がねえと、エースが。Huh?
届けるまで何があっても倒れねえ。すまねえな。信じろ。おう、頼む。なんだあれは。水柱。あれは麦わらのルフィ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。明るい未来を見届けるまで何があっても倒れねえ。お前のじいさんは恩人だが仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。望むの五人砕け王儀放ったれが一気。えれ、張り切ってんじゃないの。お前らが死の道を選んだんだ。仕方ねえよな。俺がここを守ろう。セカンド。だけじゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。それ見たことか。だから言わんこふっちゃなっせべる。行きはあんの麦わらボーイ。イワちゃん、離せ、おっさん。俺は、こいつはもう十分やった。手当てを。はい。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。小ざくだけの異性の塊、若く
無様、そういうバカは好きだぜ。